本のゴジラシリーズとモンスターバースが同時並行していく、そんな時代が近づいているのかもしれません。ゴジラ VS コングで一旦の大断円を迎えたモンスターバース、しかしながらこのモンスターバースは継続が決定しております。この前ゴジラが登場するドラマシリーズの制作が決定したというニュースが流れました。モンスターバースはこれからも拡大を続けていく、もしかするとハリウッド版の怪獣送信劇やファイナルウォーズ、そんな感じの作品も出てくる可能性はありそうですよね。それと並行してもしかすると日本のゴジラもシリーズ化、いやユニバース化していくという可能性もあるんです。コロナ禍でゴジラ VS コングが公開され世界的に大ヒットを記録しました。ですが当時はまだモンスターバースが続行するか、そして東宝とのパートナーシップはどうなるのか、そういった未来の話は全くの不透明な状況だったんです。しかしモンスターバースはコング主導で継続が決定し、次回作の発表もありました。このモンスターバース絡みの報道でアメリカから非常に気になる情報が舞い込んでいたんですよね。アメリカの著名な映画情報サイトハリウッドリポーターが、東宝がレジェンダリーとのパートナーシップを継続するかどうかは全くの不透明、その理由は東宝も独自のゴジラユニバースを検討しているためという結構重要な情報をさらっと書いていたんですよ。このニュース日本のファンはあまり気づいていないようで、 SNS とかでもあまり話題になっていませんでした。私の周りだけかもしれませんけれども、しかしこれ以降は日本のゴジラに関する情報は全くありませんでした。フェスとかでも新作の短編映像が作られるぐらいで、完全新作の本家ゴジラ、この情報は全くありませんでした。噂もなかったんじゃないんでしょうか。しかし先日突然ゴジラプラスアプリで東宝が制作する超大作怪獣映画なる作品の制作を行っていることを発表、エキストラを募集しているという告知を流したんですよね。この作品一応課題ではあるんですけれども、ゴジラプラスで配信されたこのことからついにゴジラの新作がやってきたと色めき立ったんです。でもまだこれがゴジラであるかどうかは確定していませんが、ゴジラプラスで配信していることからそういうことなんじゃないかなっていうふうに私も考えています。ゴジラプラスのアプリで情報を配信しているにもかかわらずタイトルは課題、なぜわざわざ課題にしているんでしょうか。正直昔とは違ってゴジラのブランドっていうものはもうすでに完全復活しているんですよね。東京と大阪に専門店がオープンするほどにゴジラのブランドはかつてない勢いを取り戻している。なのでわざわざ課題にしてファンの興味を煽ったり SNS でバズったりというものを目指さなくても、ゴジラっていう名前だけで宣伝効果はある程度得られると思うんです。にもかかわらずあえてゴジラの名前を使わない、これがゴジラであるとすればの話ですが、課題でなんだか探りを入れてくるような動きを見せている、これには何か意味があるんじゃないんでしょうか。そう、去年報道があった東宝が検討を知るというゴジラユニバース、これにつながっていくんじゃないかなっていうふうに私はちょっと考えているんですよ。もしかするとこの作品にはかなり大きな仕掛けが存在しているんじゃないんでしょうか。それこそ東宝の独自ユニバースのような壮大な物語の始まりを告げるような作品を作っているというふうに考えれば、あえて課題で告知しているその意味が見えてくると思うんです。舞台も1945年から47年の戦後すぐとなっているのも重要なポイントのように思いますね。過去から物語を始める、こうすることで過去にあった出来事を物語に落とし込むことができるんです。戦後の日本にゴジラが上陸した、その裏では様々な動きがあったというふうに描けば、サスペンス的な展開も描けますし、物語の運び方によっては G-Force や地球防衛軍が今後生まれてくるという可能性を匂わせることもできるっていう風な作劇も可能なので、かなり奥深いゴジラ映画、いやゴジラユニバースが作れるという可能性もかなり期待できると思うんです。個人的には
ゴジラと昭和っていうものは切っても切り離せない存在だというふうに思っている節も少しはあるので、昭和のしかも戦後すぐから物語を始めるっていうことはゴジラに対してリスペクトができているというふうに思います。そしてゴジラ以外のさまざまな怪獣を今後単体映画で作っていく、それこそマーベルのようにユニバースをどんどん拡張していくっていう風な流れを考えているんではないんでしょうか。徐々に時代が進み、ついに現代で大怪獣が集結するという風な流れが描ければ、このユニバースめちゃくちゃ面白くなると思います。東宝が考えているゴジラユニバース、これを真剣に動かしているのであれば、この超大作怪獣映画が第一作っていう可能性はかなり高い。これが本当にゴジラであるということが大前提ですけれども、わざわざ超大作というふうに銘打ってるんで、これまでにはない仕掛けも存在している可能性はありますね。本当に詳細を早いところ発表してほしい。もしかすると本当にモンスターバースと日本のゴジラユニバースが同時並行で進んでいく、そんな時代がやってくるかもしれないんです。ちょっとねめちゃくちゃな妄想になっちゃうかもしれませんけれども、マルチバースのような設定にして日本のユニバースとモンスターバースを最終的に一つにまとめるっていう仕掛けがあったら、本当にね世界初の試みだし、マーベルを超えるような壮大なユニバースにすることだってできると思いますよ。いやね、妄想するだけでも楽しい。日本のゴジラユニバース本当にあるとしたらどんな仕掛けが待っているんでしょうか。続報に期待しましょう。新情報が入れば皆さんにお伝えしますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。